今日はキャンパスに行く途中ですか？いえ、でも私の学校はキャンパスだなんて感じじゃないんですよ。佐城さんは？光悦高校ってわかります？わあ、あそこの生徒さんだったんですね。うったりしてて本当に素敵なところだと思います。佐々木さんこそ大人っぽさと純白さを兼ね備えていると思いますよ。佐城さんは褒めすぎです。何この清らかさ、まぶしすぎて俺が消し飛びそうだ。あ、長々と話しかけてしまってすみませんでした。この間のお礼です。つまらないものですけど。あ、気を使わせてしまってすみません。また来てもいいですか？もちろんです。